サイバトロンのメンバーは神代司令官のもと手分けをしデストロン基地発見に全力を挙げていた。どうだった？そっちの島は？基地のある気配もありません。そうか。でも諦めずに捜索してくれ。敵の基地を潰すことが犠牲者を少なくする最大の近道だからな。分かってます。ゴッド神代デストロン基地の決戦。シュータ、聞こえるか？よく聞こえます。君の現在地は確認した。そこから海岸線を東に2キロ向かってくれ。音波探知機を海上に投下しておく。それを回収して付近の海底を調べてくれ。じゃあやっぱりデストロンの基地は海なの？過去のデータから分析して司令官はそう判断したのだ。やってみます。結果は前線基地にしているマタロ島へ知らせてくれ。はい。あれだ、トランスフォーム。することはない。クラウダー、シューター、久しぶりだな。どうしてここへ？サイバトロンロボットになれば更新周波数は同じ。聞いたよ。僕たちがデストロンの基地を探していることもか？だから無駄だと言ったんだ。どういう意味だ？あれはクラウダーとサイバトロンのヘッドマスタージュニア。デストロンの基地を教えてくれる？お前に助けてもらった借りを返したいんだ。だったら助けてやった時なぜ逃げた？サイバトロン基地が破壊された元を作ったのは俺なんだぞ。助けられたからといってお前たちのところにいられるか。そんなことより早く司令官に知らせろ。基地は俺が案内する。借りを返したいならなぜすぐに会いに来なかったんだ？まさか罠では？なぜ連絡しない？こんなところをデストロンに見つかったら全ては水の泡だぞ。念のため僕一人で行く。俺を疑ってるんだな。案内してもらって本当に基地があったらその時司令官に知らせる。じゃあ勝手にしろ。デストロントランスフォーム、オン、オン。クラウダー、もし発見された時この姿なら言い訳が立つ。捕まれ。クラウダーの言うことが本当ならお手柄だ。マスター、俺だ。クラウダーがサイバトロンのヘッドマスタージュニアに？アイドラーがそう言ってきたのか。するとクラウダーはギガ様の命令で行動したのではないと。
全く姿を見せないので心配していたの。ギガ様も知らないということは我々を裏切ったということか。クラウダーのやつ、裏切り行為でも結果としてはいいことをしてくれた。いいこと？いいか、私の言う通りにするんだ。待て！あそこが基地の入り口か。時期が時期だけにガードを固めているはず。でも安心しろ、非常の出入り口がこの先にある。隠れていろ。開けてくれ。俺だ、クラウダーだ。人類を基地に入れて倒すだと。はい、ヘッドマスタージュニアの一人を人質に取っております。それを伝えれば奴は必ず取り返しに。何卒許可を。父を教える以上失敗は許されぬぞ。お前に任せる。はい、分かっております。司令官、急いで来てくれ。シュータが捕まった。シュータが？聞いているか。可愛い部下を預かっている。それも頼みもしないのに奴の方から基地へお出ましになってくれたんでな。シュータにコールしても応答なし。じゃあ奴の言っていることは。今見せてやる。シュータ、サイバトロンがギガ様のメッセージをキャッチしていれば必ず救出に来るな。それも人雷一人で来させるのだ。そううまくいくかどうかは。ブラックザラックと共に出撃し、三方に分かれ主要都市同時多発攻撃を加えるのだ。なるほど、敵を分散させる作戦か。可愛い部下の命に関わることであれば人雷は一人でもここへ来る。大将、どないしたん？なんでもないよ。変やで、このところデストロン魂が抜けたみたいよ。デストロン魂って一体何なんだ。大将、チャンスだ。シュータがここの危機に捕まってるぜ。シュータが？クラウダーの裏切り者が案内してきたんだ。それで今どこに？基地内の頑丈な牢に二人ともぶち込まれてる。司令官に連絡していたら今頃司令官は。僕一人で来てよかったよ。信じてくれ、騙すつもりなんかじゃなかった。やつらに動きをキャッチされたんだ。一時でもお前を信じた自分が情けないよ。ヘッドマスタージュニアの坊や、クラウダーがお前を罠にかけたのならなぜやつも牢にいる。クラウダー、お前には感謝しなくてはいかんな。その声はオーバーロード。だが裏切り者は裏切り者、かけがえのないゴッドマスターだが、その坊やと同じ運命をたどってもらう。裏切ったぞ。サイバトロン基地攻撃の時、タートラーが俺を見殺しにしようとしたのと同じにな。お前たちのやり方にはもう愛想は尽きたんだ。タ
ハートラーのことが本当なら残念だ。サイバトロンの坊や、死ぬ時は司令官も一緒。ここに乗り込んでくるのを楽しみにしていろ。司令官がここへ。ダメだ、司令官来たダメだ。こんなもの、それ、司令官来たダメだ。くそ。これだ。デストロの基地のある場所が分かったぞ。オーバーロードのメッセージを受信したメモリーを逆探知してみたんだ。ハワイ沖東へ23キロ行った海底だ。やはり基地は海の中だったか。大胆すぎる。え、大胆すぎるってどういう意味？逆探知されることを承知で基地からメッセージを発信してきたことがだ。なるほど、場所を教えるから助けに来いって言ってるようなもの。だったら行ったらみんなやられちゃうよ。奴らは手ぐすね引いて待ってるんだ。それが分かっていてもシュータをそのままにしておけっていうの？そんなこと言ってないよ、シュータのバカ。なんで発見したのならすぐに司令官に知らせなかったんだろう。どうする司令官？もちろん救出に行く。司令官、部下一人の命を守れないようでは地球を守ることはできない。司令官、モスクワ西ドイツジュネーブにデストロンが現れました。デストロンが？畜生、揺さぶりをかけてきやがった。シュータ救出のことで頭がいっぱいだって時に。ロードキングも一緒だな。はい、二人で西ドイツで飛んでくれ。そっちは君たちに任せる。了解。君はキャブ・ミネルバ・ホークとモスクワへ。オーク。レインジャー、君はランダーたちに非常招集をかけてジュネーブへ。シュータは司令官が？そうだ、シュータのことは私に任せてくれ。司令官。いいから急いで現地へ。デストロンにこれ以上勝手な真似はさせるな。クラウダーの言ってたこと本当かな？言ってたこと？ハートラーが仲間だったクラウダーを見殺しにしようとしたことさ。クラウダーの言ったことを信用するかしないかの問題さ。キャンサー、急にどうしたんだ？まさかお前デストロンにいるのが嫌になったんじゃ。どうしよう。待っていろよ、シュータ。来たな、それも一人で。タートラ、部下の手配は済んでいるな。あっちこっちに配置してやる。人雷、お前の命も今日までだ。サイバトロンの小僧をローから出しておく。わかった、合体チームポサイドン。どっちだ、ボンバーオフ。ホットボンバー、シュータを探すんだ。右側の行動に入ってくれ。待っていたぞ人雷。シュータはどこだ？会いたいか。逃げて司令官。シュータ。
可愛い部下を死なせたくなかったら武器を捨てろ。だったら言われた通りにしろ。こうなることが分かっていながら飛び込んでくるとはいい度胸。敵の司令官ながらあっぱれと褒めてやる。ゴッドボンバー手を出しな。その方が利口だ。その頃他のサイバトロンのメンバーはデストロンとの戦いに全力を挙げ、司令官とシュータのピンチを知る由もなかった。仲間割れしてどうする？お、シュータ！ゴッドボンバー、シュータを連れて脱出しろ！そうはさせるか。逃がすか！しぶとい奴め、息の根を止めてやる。くたばれ。やめろ。バカな奴め、そんなに死にたいか。お望みとあらば二人一緒に片付けてやる。もうここにはいられない。早くしろ。急いで逃げるんだ。キャンソー、ついてこい。ゴッドボンバー、僕のことより司令官を見てくれ。シュータたちはもう大丈夫だな。よし、トランスフォーム。超人合体ゴッド人雷。ゴッド人雷、よくも卑怯な手を使ってくれたな。ほざけ。
ゴッドンパンチ。リライキン。キャンサーありがとう。オイラ自分の気持ちをただぶつけただけさ。役はいずれつけてやる。いつまでもお前たちの勝手にはさせない。よく覚えておけ。司令官、ここだよ。デストロンの基地をついに発見したサイバトロンはシュータを救出し、ひとまず脱出した。それはデストロン海底基地攻撃への第一歩であった。デストロン基地への総攻撃が始まった。しかし突入したサイバトロンの前でついにデビル Z がデストロン最後の切り札へと進化する。次回トランスフォーマー超人マスターフォース究極合体新生命体ブラックザラック。さあマスターフォースで君もトランスフォーム。